宝石の頭を探すのは山師という人が探すんですが、山師は宝石の頭だけ探したんじゃなかなか探しにくい。それは何を探すか、植物を見るそうです。今シダ類で蛇の寝子座といいます。これは別名カラヤマソ、金の山の草、要するに金金鉄の鉱物があるところで飼育する。でこの金蛇の寝子座があるところには鉱物があるよということで、それをまとめて探すそうです。明治の10年まではあの中国で吹き矢精霊をやってました。320メートルありますが、中央までいた110メートルぐらいのところで行きまして、少しお話しして奥にいて、それから引き返して中央から上に上がったら行動出口というところが出ます。こちらへ出られてもいいし、上に上がられてもいいですので、まあ自分で選んで怪我のないようにして出てください。それでは中央奥まで進んでまいります。そこで少しお話しして、またさらに奥に進んでまいります。